昨日は我が家の庭にカエルが来てましたが、今日はスズメバチが来ましたので叩き落としました。まだ動いていますね。まあ、正直言って昨日のカエルよりも今日のスズメバチの方が大きいです。4センチから5センチぐらいですかね。まだ動いてますね。いやー、これに刺されたらつまじがあと死んじゃいますからね。気をつけないといけないですね。